キノさん持ってクソみたいな絡みが始まりそうだな。10月4日スタート、バラバラ大作戦の新番組ランジャタイの頑張れ地上波。地上波の初回に先駆けて早速特別編をやっちゃうよ。見たことねえメンバーを集めてトーク番組をやってみたらどうなるか実験してみた。ベス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 ウキウキ国崎御殿始まりました。はい、始まりましたね。はい、高野さん最近どう？高野くん大丈夫なのかこれは。最近どう？メインパーソナリティの国崎と、はい、ゲスト枠で来てます。アイドル枠で。アイドル枠で俺でいいんですね。はい、大丈夫です。知らねえぞどうなって。大丈夫でございます。ちなみに今日は何やると思いますか高野さん。今日だってなんか、はい、お話聞くとかそういうことですかね。はい、これ実はですね、はい、この10月から、はい、あ、じゃあ読めねえな、ごめんなさい。だから10月から始まる、はい、僕たちの新番組ランジャタイの頑張れ地上波が、うん、地上波テレビの新しい可能性を探ろうという番組なので、うん、今回はトーク番組の可能性、あんまり見たことないメンバーでトーク番組をしてみようじゃないかということでございます。はい、こちらでございます。普段あんまり見ない方々で、そうですね。もう一回、もう一回言っとくか。なんでだよ。え、もう取れてなかったかもしれない。取れてるでしょ。分からん、もう一回いいよ、全然全然もう一回いいよ、全然もう一回応援もして、うん、伊藤応援してくれとるわ。頑張ります。うんうん、頑張れ。この10月から始まる僕たちの新番組頑張れ。喋ってんだよ。完全にめっちゃ黄色くない？黄色いんだよ、お互い様だろ。黄色いのはよ、黄色かったっけ。黄色多いって。合わせてきたの黄色な。お手柔らかにお願いしますよ。ピーノヤスオさんですね。そうです、こういう番組なんで、はい、あんまり見たことないメンバーでトーク番組をしようじゃないかってことですか。最初から言ったもん。はい、最初から手抜いてんの。ダメよ、そダメ。お前手抜いて、お前ちゃんとやってよ。ダメだお前。オッケーオッケー、やるやる。この10月から始まる僕たちの新番組ランジャタイの頑張れ地上波が地上波テレビの新しい可能性を探ろうという番組なので、今回はトーク番組の可能性、あんまり見たことないメンバーでトーク番組をしてみようか、してみようじゃないかということでございます。噛んだしの僕たちランジャタイってランジャタイじゃないじゃん。なんで嘘つくの。じゃあそこだけじゃ言ってくれ。僕たちランジャタイってそこだけ言ってください。なんで嘘つくの。そこだけ2人で言ってください。僕たちって俺言うから、もう一回。じゃあ頼むわ、ごめん本当に。この10月から始まる、あ、ごめん、もう一回。下手くそか。そこだけなんだから。ごめん、ね、むずい。僕たちって言うだけだよ。ごめん、俺も言っていいの。僕たち一緒に。そこは言っていいのか。そこ合わせてもらった方がかっこいいでしょ。全然大丈夫。お前黄色いな。黄色いよ。大丈夫か。それもがっつり見てもらって慣れてもらわないと。大丈夫か。いきます、せーの、はい、この10月から始まる。ここは俺が行くんだよ。怖いよ。怖いよ。めっちゃ怖いな。しっかりしろよ。怖い。君怒りすぎだろ。ちょっと君謝罪したまえ。あ、ちょっともっと言ってあげてください。もっと、うん、キノさんもっと言ってください。クソみたいな絡みが始まりそうだな。いや、もっと言ってください、キノさん。言った方がいい。謝罪したまえ。怖いんだよ、あんたが喋り出すと。ドキドキすんだよ。いいですか、いきますよ。大丈夫ですか、キノさん。うん、大丈夫。今自分のペースでやるから。自分のペースでやってください。お願いします。はいはいはい、はい、いきます。うん、この10月から始まる僕たちおめえ違えだよ。おめえは違えだよ。チキン南蛮。なんで僕たちチキン南蛮って。バシバシよ。つまんねえよ、お前も相変わらず。お前はずっとつまんねえ。長いこと長いことだよ、そんな言うな。長いことつまんない。なんでだよ、言うなよ、おい。何言ってんだよ、序盤から。バシバシよ。なんだよそれ。ビートマンディガードしろよ。ギャグギャグ、ビートマンディガードよ。俺の同じくらいの、ね、芸歴なんですけど。あ、そうです、そうです。仲間が知らないギャグなんかすんじゃねえよ、バカ。知ってるだろ、ずっとやってるよ。バシバシよ。つまんない。なんでだよ、だからなんでつまんないで。座れよ、もうねえんだから、おめえは。おめえ座れ、一回。なんかショックだな。悲しいよ。お前座れ、ぶん殴ってもいいよ、もう。ちょっとショックだな。番組行きましょう。うん。この10月から始まる僕たち新番組ランジャタイの。ちょっと今スタッフさん、しごしゃべった。しゃべんなよ、普通によ。入ってるから。しごしゃべった。声入ってるから。スタッフのしごだけはないだろう。はい、まずはこちら行きましょう。初登場、ホンダスイミングスクール
なってよ。あんた受けゼロって。お前がなんか新しいのオチがあんのかと思ったら何もねえじゃねえかよ。何も言えれ。それ何なの？なん真似すんなら真似しろよ。水泳ギャグ。北島康介でしょ。水泳ギャグ。真似すんなら真似しろよ。水泳ギャグよ。水泳ギャグ。水泳ギャグ。何も言えねえってさ、その先言えよ。本当に何も言えなくなってから言うんじゃねえよ、思いついたかのように。怖いってこの間が。お前は怖くないかもしれないけど、俺は怖いんだよ。だ初登場ってことでしょ。水泳ギャグをやってるんで、そう、よろしくね。水泳ギャグやってるって。あ、じゃあ水泳ギャグ、うん、せっかくなんで。せっかくね。はい。バシバシャービート板でガドーン2個かよ。お前全部最初に出してるしよ。そんなことないよ。どうも元気なの分かったけど、バシバシャービートマンでガドーン。ほらこれよ、バシバシャービートマンでガドーン。ほらバシ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 ャービートマンでガドーン。ビートマンでガドーン。ビートマンでガドーン。バシバシャービートマンでガドーン。キチに受けてる。ほら、なんかでツボ割れてる。なんで俺の相方がツボ一緒だって。じゃあ俺のツボ合わねえわ相方。それじゃあ行きましょうか。続いて桐野康夫さんです。どうぞ。長いな。まだやってますね。お、終わったかな。お手柔らかにお願いしますよ。桐野康夫です。素晴らしい。ありがとうございます。いいですね。どうですか桐野さん、調子は今日は。そうですね、まあ、見てもらった通りだと思います。わかんねえよ。絶好調の、うん、絶好調って感じなんですね、はいはい、被ってるんでね。黄色いですよ桐野さんも、うん、いや本当ですね。まあでもいいですよ、似合ってますよ、うん、なんもない人だ。また二人目のなんもない人。指先だけこう震えるのやめてくださいよ。震えませんよ、ね、すごいな。さあそれでは行きましょう。後ろ、はい、岸隆子くん、岸くんでございます。さあ、はい、よろしくお願いします。そんな声なんかい。かわいい声。サンドスターに入れなかったデブ。そしてかまぼこ大活だ。あ、なんか神妙ですよ。名前変えたんだ。え、は聞いてないです。かまぼこ体育館さんだと思ってました。はじめまして、長崎山トラック定食です。地味が分かんないすぎて、もう面白いのかどうかも分かんないわ。よろしくお願いします。長崎山トラック定食、これから役者業として映画界で名を打っていこうと思います。今日はトークということで耳で喋ろうと思って。今口だけど、まだ今口だけど、耳で喋れ、これから耳で骨伝導ってことですな。ちょっと喋んなお前今。いや、かまぼこ体育館さんでしょ。かまぼこ体育館さん、トークできんのかあの人。任せとけ。大丈夫っすか。耳で喋る。耳で喋る。それ絶対やれよ後で。今だけじゃなくて、あと絶対耳で喋らすからな。だったら私は鼻で喋るよ。やれよ、じゃあ今すぐやれ、すぐやれ。自分で笑うなよもう。涙目じゃねえかよ。ジジイの涙目だけは勘弁してくれよ。ジジイ、もうジジイとか言わない。もう終わってんすよ。全然ジジイじゃないから。もう終わってないですよ。桐野さんはもう今日終わってます。終わってない。フラフラしてます。終わってないんだから。もう振らない方がいいです。さあ、行きましょう。4000年に一度咲く。ピン芸人の4000年に一度咲く金指でございます。よろしくお願いいたします。素晴らしい。いや本当に皆さんね、時間というものの価値を分かってないですよ。初めて来たんです私、今日テレビ朝日。初めて来た。こんなひどいものを見せられると思わなかったですよ。初体験のテレビ朝日でこれを食らうんですよ。そうですよね。サンクコストって言葉ご存知ですか。え、サンクコストって言葉ご存知ですか。知らないです。今まで自分が費やして落ちだけ教えてくれ。何ですか。落ちだけ教えてくれ。その落ちの2文字だけ教えてくれ。サンクコストのペ。ほら2文字って言ってんのに1文字だし、ルールも守らねえ。結局あんたも一緒だよこの辺の人たちと。その人たちと私は違います。この人たちは違うな。僕は一緒ですよ今後。それでは行きましょう。大島さんです。よろしくお願いします。よろしく。さあ大島
マジで誰で。はい、我々のちょっとちょいちょい番組で、そうそう、友達というか友達が出ていただいてる、芸能やってる人じゃないけど、はいはい、芸能やってる人じゃない、一般の方です、そう、うん、一般人だ、一般人の面白くないやつ連れてきたじゃねえかよ。いやすごいよ、その第1回ゲスト大島、何やってんだよこの番組は。あの人で第1回やったんすか。はいはいはい、トークとかあるんすか、あの人。いやもちろんあるよ、もちろん、だっていっぱいあるからここに立ってるの。本当ですか。一番、はい、一番あるかもしれない、ね、めちゃくちゃ怖いんですけどあの人、うん、それではトークテーマに参りましょう。最初のテーマはこちらです。人間としてギリギリだった話。いやちょっとこんな感じ、人間としてギリギリだった話。なるほど。さあさあこれある方、ヒーローさんあります、人間としてギリギリだった。ないよ、キリノさんは。そうですね、昔うんこをね焼いたことがあります。ギリギリですね、これは。ギリギリです、ギリギリです。アウトの方でしょ。いやいや、花火でですよ、花火やってたんですよ。なるほど、花火やっててあったんで。あ、なるほどなるほど。当てたってことですか。うん、どうしたんですか。そしたらものすっごい白い煙がもくもく出て、その匂いがもうとんでもなくて、あの警察が来ましたね。ダメですよ。ダメですよじゃねえな。続いてのテーマ変えましょう。はい、はい、続いてのテーマこちらです。本当は墓場まで持ってきたかったここだけの話。さあさあさあ、ちょっと暴露とかそういう、暴露とかこういう、睡眠あ、なんかある。そうですね、うん、今何時なんだろう。ロッカーの鍵でした。お前マジボコボコにすんぞマジで。殴っていいですか、あいつ。ビートマンディガードもう大嫌いなんだよ俺、あれ。ビートマンディガードのやつ、なんでよ。バシュバシュビートマン。覚えてもねえんだよ、だからビートマン。ビートマン、ビートマン。あれでできます、バシャバシャって言ったら、このあーすごい、できますよ、素晴らしい、ハーモニカで、うん、バシュバシャ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 バシュ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 アイドル VS 素人 VS 大御所俳優がやべえバトルを繰り広げる。折れてないもんね、大島さんも。大島さん折れてないもん、まだ全然やる気ですもんね。当たり前だろ。まあなんとも感じないよ。かっこいい。初回放送は10月4日火曜深夜2時36分から。絶対見ろよ。さあテーマ変えようと思います。テーマ変えます。テーマ喋ってないでしょみんな。さあこちらテーマ変えます。鼻につく自慢話。あ、これいいじゃないですか。これ岸君どうですか。うん、僕中学生の時にすごい可愛い女の子と付き合ってて、あら、すごい可愛い女の子と付き合った。当時ガラケーで写メとかあるじゃないですか、うんうん、で一緒に撮ってる写真とかを俺ちょっと自慢し、うん、友達に送ってたんですよ、うん、そしてその友達はちょっと可愛すぎて、うん、その画像を置かずにしてたんですよね、うん、でそのぐらい可愛いこと。それ俺だよ。何がその友達とは。そ
そうなの？そうなの？岸の中学の時付き合ってた彼女がすごい可愛かったの、うん、てかちょっとみんな可愛いっていうような子だったの。めちゃくちゃマドンナってことだよ。で岸がその時付き合ったって言ってたから、うん、ちょっとキスしたみたいな話とか聞いたら、うんうん、普通に抜いたんだよ俺それで。岸でどっついて岸でっていうかねえよ。騎士は友達だったの。じゃあ騎士の彼女で騎士の待ち受けで抜いた。騎士の待ち受けで抜かねえよ。だって騎士見て俺抜いちゃうんだよ。気持ち悪いな。プレミア価格で2万5000円がついている石田ゆり子さんの写真集で抜いてた時期があります。何のから関係性があるんだよ今の話。鼻につくと思って急に話し始めたと思ったら。さあテーマ変えましょう。こちらです。死ぬかと思った話。こんな本当にありそう。これはどうしよう。大島さんこれはどうしよう。ないな。あれよ。ありそうなもんだけどな。死ぬかと思った話はちっちゃい頃とかないですか。考えてますだいぶ、はい、あほらブツブツ言ってます、うん、ちっちゃい。ないな。なんなんだよデクノボ。ないな。帰れ時間の無駄ですから。あほらお前じゃねえよ。お前じゃねえから飲み行くなよ二人で。つまんねえ飲み会。喋ること全部つまんない二人で飲み行かなくていいよ意味ねえから。死ぬかとちょっとあるって絶対あの人。高野はある。大した話じゃないですけど剣道で合宿行ってたんですよ小学生の頃、うん、その合宿でちょっとした崖みたいのがあったんですよ、うん、で僕その崖が見えなくてまっすぐでいきなりこう落ちる崖みたいな感じで危ないですよ。でまあ5歳5、6歳ぐらいで、でトトトトって言ってなんか普通に走って行こうとしたら急にバッてなって、あら怖い。そうです。それ中学生のお兄ちゃんみたいのがいて、うん、ガッて掴んでくれて、うん、危ねえって言って助かったんですよ、うん、でも結局分かんなかった。1人しかいなかったら死んでましたねあれ。はい。こんな難しいことやってたのか。すいません大島さん。意外とないもんですね。ないだろう。ない。あ僕もありますね。考えてみればあるんだ、ヒッチハイクしたことがあったんですけど、うん、そのヒッチハイクした乗った車の人が、まあ、ちょっとあのこっち側の方で、うん、モーテルに連れ込まれそうになって、うん、止めて止めて言っても止まんなかったんで、うん、時速60キロの車から飛び降りたことがあります。すごいよこれは。ほんでゴロ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 っつって、うん、はい、ただあの牧草地だったんで、はい、助かりましたけど、うん、なんでこいつらさ楽しくなさそうに喋るの。ずっともっとうわーって体動かして喋れよ。でも皆さんやっぱ個性的だ。多分ギャガーの方が多いと思う。なんかそんな感じします、はい、ギャグ対決でもいいですし、なんならもうここで一丁ね、はい、ギャグ得意だぞって人います。まあまあかまぼこさんいける。いけますよね。いけるわ。すごい試験のかよ。じゃあちょっといいですか。それぞれがギャグ対決いいですか。いきます。はい。ボーイング自分のギャグです、ね、自分のギャグです。あっあっここだけここだけプールサイズだ。プールじゃねえかお前やっぱり。お前プールいいよ。プールが才能ねえんだよお前。大根大根邪魔だよお前。カメラに映してやれよ大根。そこ見たら邪魔だろうがよ。大根ですよ。あ、挟まれた。キヨさん、あ、挟まってますよ。キヨさん、はい、キヨさん、ちょっと、キヨさん挟まってますよ。離れてくれよ。離れてくれよ。なんかしてくれキヨさん。みんな傷ついて、はい、終われませんね。いきますよ。くい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 。まーちゃんごめんね。まあごめん。くいまあんたがそうなんだからなんだよ。あんたがそうなんだからこんな連中ばっかりしか集まってこねえんだよ。まごめん。おつるギターの方だ。ごめん。おつ
び肥満じゃなくて伸びんのかい。まーちゃんごめん、わかった、ごめん、はい、まーちゃんごめんね。じゃあ高野、はい、やんねえよ。なんかやってくれ、ギャグ。クイ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 、まーちゃんごめんね。クイクイクイ、まーちゃんごめんね。まーちゃん、まーちゃんごめんね。まーちゃんごめんね。まーちゃんごめんね。終われこの番組。終わっちまえ。すぐスピード終了しろ。一番早く終わった番組として伝説になれ。なんでだい、番組仲間たちだ。ダメなんだから、もっちゃん、もっちゃんいけない人たちなんだから。言い過ぎだよ。みんな一生懸命やってたんだ。じゃあ一生懸命やってんのは分かってますよ。もう死にそうだったんだから、あんたなんか特にボロボロなんだから、一生懸命はやってるなと思って、いやこれもうほっといたら死ぬなってとこでやってんだから。もう出ないかな。なんか出せよ、アキリの。メトロノームの役やるんで、このメトロノームに合わせて言えばいいんじゃないかな。死んじゃうって、みんな死んじゃうって、スタッフさんも込みで、全員がこのメトロノームの音だけ聞かされたら死ぬから。これはいるんすか、いらないんすか。いらない、いらないんだって。これがあるから嫌だったんすよ。ごめんね。お願いします。というわけで、ランジャタイの頑張れ地上波初回放送が10月4日火曜日の深夜2時36分からです。皆さんぜひご視聴ください。それではさようなら。何の回なんだよこれ。めちゃくちゃうまいのか読み方最後。バチバチバチじゃねえよ。さあ、はいね、収録終えましたけども、今日どうでした、ね、皆さん、皆さん忘れられない日になりました。まさか、高橋ひろゆきさんの本当にあんなお姿が見れるとは。ちょっと多分初めてです。初めてです。ね、やってることが高橋はすごかったね。やめてくれ、やめてくれ。確かに。まあ、番組で呼び捨てなければ。まあまあね。お二人の冠番組の初回放送でしたけど、個人的にはどうですか。そうです、いや笑っちゃいました、ずっとね、うん、楽しかったです。あまりに見られない映像だったんで、これも見ていただければ分かると思うんですけど、信じられないぐらい笑いましたね。そうですね、おそらくこのメンバーが集まることも一生ないと思うんですよ。本当に、まあ、全員揃うっていうのはね、ちょっと難しいかも。はい、それではコラブちゃんの2人、いいですか、はい、ちょっとこちらを読み上げていただいて、はい、ランジャタイの頑張れ地上波初回放送は10月4日火曜日深夜2時36分、絶対見てね。これは見ちゃいますね。嬉しいね、すごい。小島さんもやっときますこれ、ね、小島さんも同じことをちょっと全部俺もやるんか。いやもう一番もうせっかくなんで映りますからこれ、見たい、はい、ランジャタイの頑張れ地上波、地上車、地上車、人間になりま、地上車、地上車、全員そうですけど、そうなると頑張れ地上車、地上車ですよ、まあ